デイデイ、ポッポー。デイデイ、ポッポー。前回のあらすじ、おっさんは愛しい人へラブレターを書いた。日頃からおっさんに親切にしてもらい、いつかその恩に報いたいと願っていたキジバトは、おっさんに協力することを決意する。そして、数々の失敗を乗り越えて、キジバトは手紙に封をすることに成功した。喜ぶおっさん、胸を張るキジバト。しかしなんということであろうか、手紙に切手を貼ろうとしたところで、おっさんの体力が尽きてしまったのだ。こうなってしまっては、再びキジバトたちの力を借りるほかない。果たしてキジバトたちは、見事切手貼り作業を成し遂げて、おっさんの愛に応えることができるのだろうか？そんな話でしたっけ？では、今回の作戦を説明します。材料を準備し、割り箸を切って、麻紐を結んで、切手を用意します。この切手？雅でしょ？こういうところにも気を使うのが、我ながら細やかな配慮だよね。そうじゃなくて。はい。足らないよ。50円じゃ封書送れないよ。大丈夫です。切手が貼れたらば、直接郵便局に持っていき、窓口で不足額を支払います。それは面倒じゃないの？当然です。このまま送ったら相手にも郵便局にも、迷惑をかけてしまいます。そうだけどさ。続いて切手の表面に、マスキングテープを貼り、ゴムマットにもマスキングテープを貼り、マスキングテープの上に断面テープを貼り付けて、そこに切手を固定します。切手の糊面がこちらを向くようにします。何回貼ってんの？最初から直接貼りなさいよ。指差し確認。何を？完成しました。鳩のやつじゃん。鳩のやつです。正確に言うと、これがガチの鳩のやつ。これは、鳩に切手を貼ってもらうやつ、です。やかましいわ。ご飯粒を用意しました。なんで？鳩に紐を引っ張ってもらうために、紐の先にお米をくっつけるのです。スプーンじゃ無理。できました。タコの卵みたいです。設置しました。ハト来たね。ちょっと怯えてない？怯えてます。でも大丈夫。なんで？ハトだから。うん。なんでお前がびっくりしとんねん。紐に気づいてなかったね。引っ張ってくれないね。初日だから仕方ありません。カメラに気づいた？気にしていないようです。切手貼り装置にも気づいたみたい。じっと見てます。翌日は庭でやってきました。が、ダメ。おっさん、ここで気づきました。設計ミスなのではないかと。うん。だから改造します。しました。何これ。鳩のくちばしは思いのほか敏感だったようです。少しでも抵抗を感じたら、加えたものを離してしまう。だから紐を、鳩の足や体に引っ掛ける構造に、変更しました。そのクレ556は？滑りやすい円柱状のものが、他になかった。あるでしょ。実は改造初日、鳩が近づきませんでした。こんなへんてこなものが置いてあっちゃね。そして二日目、カメラを回し始めて2時間後、ついにその時が訪れます。
びっくりしちゃった。心配いりません。あ、ほんとだ。長い道のりでした。まさかキジバトが人に恩を返すために手紙の封を閉じ切手まで貼ってくれるなんて、誰に想像することができたでしょう。人は鳩のために、鳩は人のために、この世知辛い世の中に一筋の光明を見出した、そんな気がするのです。視聴者さんは街で鳩を見て何を感じますか？おっさんは愛と献身です。鳩は平和の象徴と呼ばれますが、ちょ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 、何か？何やってんの？見ての通りマスキングテープを剥がしております。飲み使う人なんて初めて見たんだけど。放置しすぎました。4日間に及ぶ撮影、そのうち3日間は快晴でした。1月とは思えないほど気温も上がり、切手に何度も糊を塗り直し、走行している間に、あれやこれやが固く接着してしまったようです。でももう大丈夫。あとはこれを剥がしさえすれば。できました。アウト。え？アウトです。次回予告、イワシ缶で作ったポンポン船でトローリングしてみた。チャンネル登録、高評価をいただけると、励みになります。